ですが、ユミ、この者たちは。はい、以前スパリゾートで襲ってきた者たちと同じ気を感じました。あの時はこの者たちがいきなり私たちの目の前に現れましたけど、今度は私たちの方がこの場所へと引き入れられたように感じます。あの者たちは何者なんでしょうか。悪人とも妖魔とも違う気がしますし。見当もつきません。そしてこの場所は一体。ユミチー、ヤザクラチー、海だよ海、海、みんなで泳ぐっきゃないでしょ。はい、ミノリ、スイカ割りやりたい。我は砂浜に穴を掘って埋まりたい。皆さん、もう少し緊張感を持ってくれると助かります。一歩ずつ着実に。ダメだ、見つからない。リョウビとリョウナはどこへ行ったというのだ。こっちもダメだったよ。どこを探しても見当たらない。修行中に黙っていなくなるとは、普通では考えられないな。まさか悪い人に誘拐されちゃったとか。私、自分の部屋に戻ります。ずっと引きこもることにします。ダメだ紫、そう簡単に引きこもり生活には戻らせないぞ。でも重要なレイド戦は今日までだし、仲間が私の帰りを待ってるから。ゲームの中の仲間より現実の仲間を心配しろ。わかった。偉いぞ紫、
それでこそ僕の妹だ。ではもう少し探してみるか。何事もなければいいんだが。まったく、これで実は遊んでましたなんてオチだったら絶対に許さないからな。イム、お姉ちゃん。なんで二人とも引きつった顔をしてるのさ。お前おでこが広がってるのか。みやび、何を言ってるんだよ。広がってるんじゃない、すごく光ってるの。ピカピカと。おでこが光ってるって、そんなバカなことがあるか。いや、間違いなく光っている、ピカピカと。だよお姉ちゃん、おでこが光っててもお姉ちゃんは私の大切なお姉ちゃん。ああ、私も同じだ。おでこが光っていてもイムはいつまでも大切な仲間だ。だから光ってるわけ。なんか僕の頭の上で光ってるぞ。本当だ。その光が反射してお姉ちゃんのおでこが光ってたんだね。ほら見たことか。大体おでこがピカピカ光るわけないだろ。待てイム、おでこの話をしてる場合じゃないぞ。光が大きくなってきた。砂浜、どういうことだ。海は太陽は苦手。暗く締め切った部屋に帰りたい。イム、紫、さっきだ。本当だ、誰かがこっちに来る。クンクン、とても嫌な匂い。状況がまだ飲み込めないが、殺気を持った相手にはそれなりの対応をしなくてはな。了解だよミアリー、久しぶりに人暴れと行こうか。掲げよう。
燃え尽きろ。力で遅れてくる。忍び転生。燃え尽きろ。